ういう感じで、こういう対決ですね。トイレの神様 VS、八王子勢ですね。ユッケニュートンバギーの方は、宇宙と宇宙戦士とユッケさんがあれですかね、ワリオですか。ワリオなんですかね。ニューヨーロさん何使うんでしょう。オリゴらしい。オリゴの宇宙なんらしいですよ今回。宇宙使わない、まあ、ワリオが宇宙なんでどうなんでしょうね。あとで YB さんが多分宇宙選手のサム使うんで。はいはいはい。ユッケさんが何を使うんでしょう。さあ海木さん、トイレの神様チームは多分海木さんが先行ですね。でもこういう図ですね。さあ、ゆはさんがちょっといなくなってしまったので、ちょっと私一人になるんですけど、さあ、オリマーピーチっていうカード。そうですね、これ突き詰めてないとオリマーが多分相当めんどくさいんですけど、お、ニエコのオリマーがニストですね。ニスト、サンスト、と、サンストかな、わかんないですけど、さあこれ突き詰めてないとすごく面倒なんですけど、このニエトロって人はピーチ対策ものすごく積んでる人なんで、さあそこら辺がどう出るか。さあ、さあ逃げ回ってますね、オリマー。さあ今は、今何が当たったんでしょうか、よく見えなかったんですけど。さあ横 B 横 B、 このカードはね、赤ピクミンも使えるという噂はあるんですけど、さて青ピクミンがこのカード弱く、あんまり何でしょう、使いづらくなる。うんうん。さて、まあニエトロさんのオリマがまさかの登場、まあ、ニストとはいえ、これはあの弱キャラの多いトーナメントとなると結構オリマ強いんじゃないでしょうか。そうですね、このキャラ本当に弱空中堅に強いのが多いので、はい、特に、まあ、またピーチですけど、おっと全然前に入れさせてくれないのに、浮いて待ってるところには上スマっていう、もうそうですね、これ大根が意味ないのに浮いたら上スマが来る、もう完璧な封じ手ですね。このニュートロって人の本当にオリマーはピーチ対策が多分めちゃくちゃうまいので、やっぱ何かあるんですか経験。そうですね、そう、なんかこの人全体的にやっぱ対策すごいんですけど、やっぱ使ってますか。ていうか、はい、なんか一時期やっぱり、ね、なんかもともとこのカードって、はい、なんかピーチ有利かもしれないみたいなこと言われてたんですけど、ぶっちゃけ言うとなんか対策に対策を重ねて結局この人があのオリマ有利ってことになってぐらい、なんかオリマ、そうですね、ピーチ対策してますね、この人は。あ、ウェビーをちゃんと入れてくる。で、紫で来るんですね。このカードはあのオリマーがやっぱり判定全然勝てないんですよ、はい、なんでもうピーチが結構ご利用するとあのオリマー側はとても面倒くさくて、はい、結構手出しできなかったりするんですけど、あの逆にその逃げ回って紫を揃えてなんか浮遊とか打ち落としていくと、だから浮遊打ち落とせるのが命でしょう、ね、そうですね、ファルコ使うときもとにかく2連ブラで空中を打ち落とさなきゃいけないっていうことになってるので、強すぎですねこのオリマ。そしてしかも色も仕上がってますね、これ完全に紫4匹に青2匹ですね。もう投げもいけるっていうのをもう見せ見せですね。そうね、このもうダッシュでいきますね。
ビーチ側。そうですね。っていうかもう冬だけだとこの紫の量だと全部撃ち落とされちゃうんで、横ビーで多少ちょっと地上も見せていかないと、後ろに回ってオリマーで回避して弱を出すっていう、もう本当にもうこっちが勝ってんだぞオラみたいな動きあれはジャスガが入るようになりましたね。紫から、あでも紫が5匹とかいうちょっと頭おかしいことになってますが、3つ入れてる。いやでもさすがに重すぎますね。2匹ぐらい捨てましたね今。まあこれがバランスいいんじゃないでしょうか。紫、うん、そうですね、いて4匹ですね。3匹が多分一番ちょうどいいんで、はい、間合い狭まっちゃいますし遅くなっちゃいますし、これ3盾あるんじゃないか、もしかして。そうですね、ちょっと予選ではあのとあるチームをね、なんか9、なんでしょう、9盾あしちゃいましたっていう、伝説もあるんでこのオリマさあ、あこれはさすがにバスですけど、マジかーとか言ってますね、なんか完全に殺意満々でしたね、あの声いやこれも一応3盾って呼ぶんですけどいや JD ですね、これはあの 0% で撃墜するのなんか JD と一応そういう用語があります。さあ何するんでしょう。リストとは思えないなんか快進撃でしたね、はい、あまたもやなんかだいぶ差別的な、はい、あの残念な名札と豪華な名札がありますけれども、残念な方の名札は今日組んだ即席で組んだ人たちですね。大吉さんが出てきましたよさあこれ大輝ファルコン4層ですね。いけるのかこれいやでも僕はモフモフ大根さんの家で大輝さんがオリマーはあのキャプテンファルコンの掴み抜けからあの空前が確定するので展開がかなり有利みたいな話を聞いたことがあるんですけど、いやどうやって掴む、確かそれ前にシングルで当たったことあるんですけど、はい、それ一回狙われたんですよ確か、まあ、その時はなんか当たらなかった。はい、ありがとうございます。でこれはこれってだってそうだからファルコンは多分ものすごく、うん、辛い部分はありますね。だから掴み抜けから空前確定っていうのを最初言ってたんですけど、いざなんか使ってピッカのファルコンが使ってみたら、いやどうやって掴むんだよってそういうそこですね、まずね色が強い始まり方をしちゃいました。そうですね、ものすごく強いですね、なんか開幕からこうあ今いきなり膝が出ましたよ、流れ取りに行きました。あこれはあれ3番テレビでお願いします。さて横ビー普通にカウンターに捕まれましたけれども、横に、すごく辛そうですね。いやでもこれは読んでる、読んでるけど当たらない、惜しいですね。いやでもファルコンはこうしないと多分実際戦えないぐらいの間合いの差がありますね。うおー、全てを否定する黄色ピグミン。ヨーストあるんで、ヨーストで、まあ、なんとかこのワンストップ落とせればっていう本の字ですね。そうですね、こっからだからオリマーはさすがに辛いですけれど、こっからあとワリオはさすがにいけるの で、ね、いや少なくとも来るのはサムスでしょうね。そうですね、ワリオサムスなんでここ倒せればちょっと多分それ以外に大きいとは思うんですよ、はい、なので大吉さんこの対オリマーが割とどこまでストックを削らずにいけるかが命に関わっている試合ですね。さてあと かかと強いんですけどね。ただやっぱりここで辛いポイントとしてはニエトロさんも結構キャプテンファルコンをなんか遊びで使ってるっていうのが、そうですね、なんで割とやりたいことは、はい、例えばあのシングルの予選のところとかはニエトロさんはそのキャプテンファルコンとかドンキーを出していた、なんか そういうことをやっていたので、本当に実戦レベルで分かっているプレイヤーだと思います。予選は結構ニエトロさんはいろいろキャラ使えますからね。あー低いいやなんかもう本当にオリマ掴んで後ろ投げをリズムに乗ってやられると投げられたことが分からないですから。そうですね、前投げで後ろ投げはすごく速いんで、なんだ大丈夫かな。あれなんか5匹です、これ6匹います。あこれもしかして、はい、透明が出ました、はい、そういうのではなくてですか。
あ、大丈夫ですね。あ、大丈夫です。大丈夫ですね。ちょっと心配になりましたけど。ちょっと怪しかったですけど、なんか。はい。上島ニスト。いや、でもまだ大丈夫です。まだニストなんで。これで落とせば OK ですよ。おっと、これはいけるか。これはどうする。これ。こらえている。たとえ入ってもダメでした、ね、今多分危ない。でもあれはニエトノさんじゃなかったら食らってました、ね、そうですね。私も食らってましたか、ね、ら台が味方してしまっていた。あ、読み合いを制していたが、次はもう YB さんでいいんですかね。というわけで八王子 VS トイレという、結構この2チームは上位で当たることを予測してたんですけれども、ここで当たっちゃったんです。どうしました。つけなくて別にいいと思いますよ。これ後で見返してみて、だからダメだったのを設定します。一応共同コミュニしてある、あの SHIG コミュニでやってるので。で、はい、出てきたのが YB さんのサムスですね。絶対見かけない。さあ、これどう何するんですかね。そうですね、まあでもこれ多分まだ全然5分近いと思いますね。やっぱ立ち割り的にファルコン辛いんですけど、バースト的に言うとサムス辛いので。はい、では、お互い中堅同士行ってみましょう。でもこれよく見たら YB サムス4ストですね。これ4ストサムス、もう、ダメですね。もうダメですねこれ。まあサムス4ストは本当に重いキャラが4ストも出てくるっていうのを考えるだけでも結構辛いですが、でもキャプテンファルコンは火力のある自分も重いスピーディーなキャラ、一見強いので、いや、やってくれるんじゃないですかね。結構うまいですね今の。はい、さあ始まりました。背高いですね。なかなか見ないですねこういう姿。そうですね。でファルコンが掴んで、なんか足が地面にめり込む背の高さですもん。高いですね。高いですね。ただ間合いがサムス長い。うまい。背が高いだけではなく足も長い、手も長い。いやー、うお、これはどう、避けてる、避け、掴んでる、やば、これがキャプテンファルコンの動き。あれ、感覚がある。おっと、膝、おっと、やばい、さあ膝。ウェビーの読み合いが面白い。感覚うまいですね。いや、もうあの空中 Z の前にもう入れちゃダメだなっていうのがファルコン分かってると思います。おっと、かかとが強い。お互いかかとが強いキャラですか。もうグラップ、早いですね。なんか構える前にもう飛び込んでますよところに。おお、かかとが高い、足が長い。これはどうする、読み合いが熱い。さあ足が長い、ジャックがつながる。すごい着キャンしてるようなスピードですね。そうですね。なんかこれはどうする。結構面白い足技対決ですね。そうですね。もうファルコンがグラップ打たないといけないっていうのは分かってるんで、はい、もう積極的に飛び込むんで近距離がどうかって早い試合展開。でも早い試合展開でパーセントたまるんですけど、バーストをどうするかっていうのがお互いの悩みだと思います。お互いただまあどちらかというとやっぱファルコンの方が、うん、そうですね、膝です。バースト技としては豊富なので、はい、サムスが本当にこうない、あ、空母かなんかが今当たりました。怖いですね。あのチャージショット溜まってますからね。復帰にカッコつけてチャージショットとか出ると予想外の終わり方したいかもしれません。そうですね。だからもう どうするんですかここから。こっからもうファルコンは多分サムスの YB さんも多分キャプテンファルコンでほぼ戦ったことはないと思うんですよね。そうですね。もうどうバーストしようっていう、どこに隙があるのかっていうのが直感で匂いからわからないのが辛いです。どこの間合いはファルコンの間合いだ。さあここか、ここ、うまいですね今の空前。もうしつこい大車輪の空前がガンガンしつこくやってきて、だ先にバーストしたのがキャプテンファルコン。おっと、下スマッシュ。死なない、弱いですね。まあキャプテンファルコンさすが一応スピーディーな重量級なだけあって生きてますね。さあこれはどうする、壁キックから。さあ危ない。おっと、これは崖際がヒヤヒヤしますね。
さあ大吉さんは本当に馬術費がとてもうまいので、はい、あのこういうなんか重いキャラとかで来ないと本当に全然バーストできないっていうのが、もう封車で叩きつけてる、まあ、メテオがもう死んじゃう 200% でしたからね。しかしまあこれで、中堅の大吉さんラスト1ストに なっちゃってますか。どうしますか。もうそうですね、はい、ワンストは減らしたくて、あわよくばさらにワンストって感じ、はい、さあバルコ撃さあてこれはあらあらあちょっとなんか出てましたね。欲張っちゃいましたね。まあでも、うん、やっぱ怖いですね今の見てよ。やっぱり1スト目で重さを実感して早めに殺したくなったんでしょう。おっと出たワイヤー復帰。ああ今の当たるんですね。ワイヤー復帰をかかとの広い判定が、かかと下にも広いですね。あれこう見ると怖いですね。さあファルコンがここから 200% まで粘られると結構厄介ですね。そうですね、あ下手するとモーラスを落とされちゃう可能性はあるので、やばバースト力に確かに違いがありますね。これはそうですね、下強を狙ってるってことはもしかしたらもう下強をバーストするかもしれないですけど、空前はああでもダメ、これはさすがにサムス重いですね。おっとこれはチャージショットに使うんですね。ここから見てますね。おおかっこいい疾走するキャプテンファルコン。あーバースト、さすがにバーストでしたね。いや面白い試合ですね。あとは、相手側はサカサカさん、サカサカさんのリュカさん、うん3か4か3、でもこの後サカサカさんに言うかで、この後にユキエさんのワリオが控えてることを考えると、相当辛いものはありますね。はい、というわけで、トイレチーム最後の一人サカサカさんになってしまいました。一方の八王子チームは 2番手の YB さんで食いとどまっています。どうなんですかね、その予選で9立てとかしてたら残りの人たちあんま戦ってなかったんじゃないでしょうか。あそうですねアップができているのかっていうのが、さあさっきも強烈な試合を見せてくれたサカサカリュカが大将として登場しました。サムス too strong。 さて始まりました。さあこれは終点を選んだのがサカサカさんですか。終点を選ぶ、そうみたいな、ね、終点なんですね。まあでもまあ策があるんでしょう、まあ、多分ただ YP さんが本当にスマブラ得意なのと、はい、で戦場もこの人台の使い方とかうまいので、はい、あの空名がやっぱ強いんですよ、はい、あの台の上に対して強くて、多分その辺考慮してやっぱ終点っていうのを選んだっていうのはあるかもしれないです。はい、YB さんの本当にスマブラは YB 村って一時期呼ばれてた頃は本当うまいので、恐ろしいですね。さあリュカ対サムス、リュカ対サムスもう見ないですね。やっぱりもう全然わけがわからないですね。あ、られてる、これは座れたくないですね。でもなんかそうですね、座れると一気になんかもうサイマグネットでもまたなんか流れ的にも気持ち的にも全部なんかダメになっちゃう。はい、まあ先週あれおっとすごい技を見た、いや先週ずっとそのリュカが吸収するのを見続けるあの週末だったんですけれども、そうですね、なんか回復チーム、まあ、来週末もスマバトという大会がありまして、シングルダブル両方やるということで、また回復ばかりするリュカを見かけることになると思います。また出るんですねあのチームが、はいはい、さあここまで貯めてますけれども、やはりやっぱサムス、おおとメテオに行っている。サムス重いですからね。おあらそう、こうやって倒すんですね。そうですね、今の選手はうまいですね。リュカ力が出てますね完全にリュカ使いですね、これ。さすが、まあ、あとゼロサムも使ってらっしゃるの で、ゼロサム、サカサカさん、はい、だいたい対マリだとゼロサムかメタナイトがやっぱ多いんじゃないですか、はい、まあ、こういう機会もなければリュカは出ないでしょうけど、でも、たまにドンキでもゼロサムとサムスって違うんです、違いますよね、はい、そうですね全然別キャラですね、はい、同じキャラ、はい、そんなことをして偉いの YB さん、実はこれ中堅ラスト1ストックなんですよね。ここで落とされて
YB さんがこの勢いで落とされてしまうと、同じ条件のまま 0% のまま、まああのまあ、あのパーセント引き継ぎないので 0% のままユッケさんに引き継ぐという八王子側の、あのちょっと良くない流れになってしまうので、さあ YB さんなるべくここで、そうですね、ワンストバー倒しておきたいところですね。はい、おっと超えて、これ何か入る、ミサイルつかみした、入るした、今日初めて見た、そうですね、知らないですねあれは本当な強気の技が出ている。まあ流れ乗ると強いゲームですからね、これと、あと、まあ、パーセンテージ的に回復がいても痛くないので、まあ、打つのはある意味正解かな、はい、あ確かに、まあ、あそこ以上で打たないとむしろ逆になんか打つタイプ、流れに乗ってしまいますからね。おおなんか面白い動きが、なんか本当にサムス知ってる方いたらコメントで教えてほしいんですけど、サムス全然わかんないです。サムス使いで、あとだってクイックシルバーぐらいしか見たことないですから。サムスは掴みの時は早いって、こうやって後ろ投げで、多分リュカが足浮くんですけど、はい、あの掴んだ時は掴みの時が無駄に早いので、こいつ、ああそうでしたね、なんで大体地上抜きになるんで、掴みの時は多分ほぼ確実に、なるほど、できますね多分。いや、リュカ殺しですね。そうですね、実は、まあ、掴み抜きは多分確実に殺せますね、マザー殺しの。ただまあ吸収される時点だとチャージショット打ちづらいって、はい、ちょっと気持ちつらいですね、ドンキーやサムス使い、本当にあの気持ちいい一撃を入れてこそのスマブラだと思うの、まあ、ルカリオと同じで、まあ、貯めるだけでプレッシャーはあるので、はい、ある程度、なるほど、まあ、貯めるのは、貯めとくだけ貯めとくのはやっぱり、はいですね、なんかそれだけでやっぱサイマグとかをこうあれ、おお、当てていく、当てましたね、すごい、もう勇気のプレイヤーですね。さあ、そして120で150バーストパーセントに入って佳境を迎えておりますけれど、もうここでもう YB さんもうワンソートすると多分相当大きいです、ね、もうだいぶいい感じでユッケさんに引き付けますね。あ、これはどうする、さすが崖上がり、本当に甘えたくなるけれども甘えるとシールドが待っている。さあどうする、おっと今なんかシラジショットが見えましたけれど、さあ恐ろしいプレッシャーとプレッシャーの掛け合いですね。さあ溜めてちょっとずつ、さあ坂坂さん、さっき掴まれたら終わりというのを見ましたからね、これ、おっとメテオ見せプッシャー見せていく、まあこの人はワイヤー復帰で来るというのを見越していってましたね今完全に。いやかっこいいですね、誰かチーム名考えてください。はい、ホモは帰ってどうぞ、ホモは帰ってどうぞ、5番テレビでお願いします。誰かチーム名考えてください、 VS、ホモは帰ってどうぞ、5番テレビでお願いします。さあさあユッケ対サカサカ大将戦ですね。そしてユカワリオですよ、ここで。ここでユカのアースト少ないので相当いいんじゃないでしょうか。お互い非常に真面目な表情で今キーコンを待っておりますけれども、その通りの測り合いですね、決まるんですね。つけますか、そっち、つけるこれ、あまり喋りでも。さあもう早く始まっちゃいましたね、ユッケ対サカサカ大将戦、勝った方が敗者側行き、そしてが2回戦の3-2-1-go ですね。さあまずは、いや熱い展開ですね。いやどっちも本当にかなり上の方で見ることになると思ってたんですけれども、そうですね、意外と早い展開から当たっちゃいましたね。でももう実はこれで次勝者が準決まで、あ、そうなんですか、あ、じゃあ上で納得なんですよね。あ、じゃあでも確かに20組じゃ、おっと読んでいる、あの噛みつき、これが本当に強いんですよね、空下とかとやっぱガード警戒してしまうので、ノリノリのユッケさんがどんどん勢いを吸収していく、そのない人をあれ打ちたくなるので、パッパチに行くか、おっと拒否していく、クエヌ、これはおっとサカサカさんが乗ってきている、そうですね、空下、あ、おっと繋げている、あわやダウンレンダウンレンもできたらもう、はい、おっと復帰阻止している、これはいけるか、お互い崖に上がる、もっと早い展開が続いている、恐ろしい、もうワリオが前に出ていきますね、今完全にあれそのまま上がりを前に行って、さあ崖際で戦うリュカ、ワリオが、ワリオはどうする、ここ入って入っていくか、あ、まあ、時間はもう今日よく口を開けますね、あ、もう空中から出せる掴みっていう、はい、あの
不利なんで、ワリオのその空飛車とかタイヤとかっていうガード固めるものって考えると相当強い技なんですね。そうなると読み合い的にものすごく強くなるんで、確かに噛み合ってるわけです。そうなんですよ。あ、おーコスマ、あっ、喜びのウエスマだけで、ちょっと今一瞬ちょっと怖かった、ちょっと怖かったですけど、さあ、バーストパーセント120に先に達したのは、ワリオ側が追い込んだ場合、バーストですね。でしたけれども、先にダウン連からリュカがバースト、そして今、つかみ抜くからの確定バーストが入って、並びましたね。いやもうバーストが見物なカーとなってしまいましたね。さあ、うまい。タイヤを操っている。これがゼロサム使いの坂坂さんですね。そうですね、アイテムうまいですね、さすがに。もうユッケさんはこれに対してどういきますかね。出すんですかね、タイヤ。ワリオ使いとリリー使いつか、ワリオ使いと、そうですね、ゼロサム使いですね、はい、大体うまいのは本当にアイテムリリー使いもうまい人やっぱ多いですよね、バナナ使い、はい。さあ、しかし、先ほどの戦いで傷を負っているので、坂坂さんが残り1ストックという、ちょっと悔しい状況ですが、さあ、おならをアピールしている、おならが点滅している龍家さんですが、もう点滅するのはあまり望ましくはないんですけれども、でも、当てれば、逆にここで当ててしまえば、70ぐらいまでいってしまうので、それだけ点滅がプレッシャーになっていますね。さあ、坂坂さんは、前に行きますね。攻める。周りが結構静かに見守ってますね。なんか煽りませんね、全然。これはおっと、これはおっと、クエンでごまかす。すごい。あのクエンの当てるだけで。おお、出た。まあ、おなら。見てましたね。なんか花火みたいになってましたけど。うまいですね。最後今日まだ生きる。まだ重いですね。こういうリレーバトルにおいて本当に重いキャラっていうのが心強いですね。なんかそうですね、エカイトって、まあ、強い全然強いんですけど、その相手の軽いので相手のワンちゃんとか大技食らって飛んでって、あーこれはさすがに、いや生きてる、ま、重いかっこいい、だけどこれはもう掴まれたさようならですね。まあ望んでいた形でしょうね、ここ、ね、こういう展開がゆっくり無難に来ましたね。あそこでやっぱりその前のこの試合の前にイストナイっていうのは、ここでミスっていく、ワンチャンありますね。あでもパッチーヌ、ワリオの代名詞でバーストしていきましたね。ミスってもしっかりと確かに、さあ結構珍しく最後の1ストまでもつれ込み